前にいた。お、リセット。お、こんばんは。うちは覚えてた。一番前、おめでとうございますですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんばんは。キュウリでこんばんは。今日は巻き巻きそう、コロネっていうのかな、ちょっと巻き落ちちゃったんだけど、くるってなってるやつ、プリキュアです。プリキュアですね。プリキュアヘアです。キョウさん、ハート100、ありがとうございます。ありがとうございます。パパさん、ラブレター、ありがとうございます。そう、みやびからのリクエストです。何がいいって言ったら、そう、高めのツインテールでこれで巻いてほしいっていうね、リクエストをねしていただいたので、これにしました。本日こんばんは。こんばんは。やっほー。こちらこそありがとうございました。こんばんは。こんばんは。はぁ、やめてよ。ニコやめてよ、やめてよ。急に遊び出す。ふっ。にやだ、やめてよ。あ、痛いよ、痛いよ。あなたも頭痛いよ、それ。はい、閉じ、閉じの毛。チャックが好きなんだね。硬いものがお好きですね。それが私のパーカーも白だからさ、それどうかしてるね、あなた。どうかしてますよ。私のどうかしてますよ。くっついてる。あー、ごめんごめん、違う違う違う。あー、やめてよ、なんか壊れそうだよ。あー、にごい、すごいすごい、器用に下げてる。うん、そう、器用なこと、器用だね、にごい。お、すごいカリカリしてる。硬いものがお好きなようで。パーカーのなんだろう、チャックのとこ、持ち手の部分もカリカリしてます。なんかね、今日ね、首輪デビューしたんだよね。噛んでるけどさ、人のチャック。ね、ニコさん、ニコさん、お、2個、そうだ、いいぞ、いいぞ、お、いいぞ、2個、自分からいった。あ、危ない危ない危ない。いいぞ、もうもう。ニコさん、もう一回、もう一回言ってほしい、もう一回頑張って、そう。違う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 、もうもうもうね、もう飽きたね、ここで朝。そう、クリアデビューしたんだよね。どうしたの急に。ね、またいらっしゃって、こんにちは、こんばんは。
ション高いですね、夜なのに。夜だよ。ゆうこさんよ、もう夜だぜ。ないの？今ちょうど私のなんだろう、このくぼみにいる。ちょうどくぼみにいて、なんかカミカミしてます。ゆこさん、みんなに首輪見せたりしない？持ち上げたら怒る？かわいい唐草模様なんだよね、お父さんが選んだやつ。唐草模様の首輪をつけてます。ニコさん、こんばんは。こんばんは。かわいらしい緑の、緑か唐草模様って、唐草模様の首輪をつけてる。あと鈴もついてるから、ニコが動くたびにリンリンになるんですよ。だからどこにいるか、まあ、分かりやすいよねっていうね。唐草模様のニコさん、チャックを必死に噛んでるニコさん。もう持ち上げたら怒るかな。ちょっとだけね、いい、ごめんねニコさん、遊んでる最中。さあ見えるかな。見えないね。あ、見えた今。見えたね。ちょっとニコさん、はい、ニコさんみんなに見せて、はい、お顔も見せて。あー、ごめんね。登ってきてくれんだね。それでもチャックが気に入ったみたい。ずっと私のくぼみにいてチャック噛んでる。チャック噛んでていい。おどういう体勢。くるくる回ってるけど、くるくる、どうしたの。急に充電切れて寝てるんだけど。さっきまでさ、私のこの体勢の膝、これが膝でこうなって、今体がこうなって、ここにねくる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 回ってたんですよ。くる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 回って、私のチャックをずっとカミ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 してたんですけど、急に寝ちゃった。お眠りモードに入って。眠り急にお眠りモード。さっきまであんなテンション高かったのに。すごい、お眠りモードです。すやすや、いい子で寝てくださいな。最近は元気ですよ。すごい元気です。びっくりするぐらい元気。ちょっとあとなんか体の幅が太くなった、大きくなった。前まではなんかすっごい細かったんですよ。こうやって体持ったとき、ニコの体がこうでこう持ったとき、細かったんだけど、なんか最近ちょっとずっしり重たくなったというか、幅がちょっと大きくなった。中心なんです。顔見たりがなかなか見れない。ここタヌキか君は。あ、すごい、みんなにギリ見えなさ、見えそうで見えないところにいるね、あなたね。あとちょっとなんだけど、これ起こした出ていいよ。モバリサキちゃんの動きは面白かった。カニカニ色だった。
ちはリセットの時かな、リセットの1サビに行く時、私結構なんか1列目から3列目ぐらいにちょっとグーって行くんだけど、その時にちょうどリサキちゃんと近くて、リサキちゃんがずっとカニをしてふみこさんをリビングで遊んでます。走り回ったりおもちゃで走り回ったり、最近なんかモフモフの毛布が好きみたいで、私たちが寒いから毛布を引っ張り出したら、ニコはそのなんだろう、触り心地が好きなのかな、そう一緒に寄ってくる。今日リカピさん面白かった超面白かった。今日スポーツの日っていうねことでね、ちょっとまあがすごい急にマネージャーさんが楽屋に、そうみんなもう着替え終わった頃に急になんかマネージャーさんがね、なんかバスケットボールとかバットとかバトンの棒を持って入ってきたんですよ楽屋に。え何事と思って、エンジンの時だったかな、エンジンの時にそうマネージャーさんが入りまーすって入ってきたらバスケットボール持ってるわ、やバット持ってるわバトンの棒持ってるわで入ってきて、一番多分ねそうノリノリだったのはマネージャーさんだと思う。一番楽しそうだったイーさんハート100個ありがとうございます、ありがとうございます。そうでなんかそうエンジン終わった後とかに今暇ってメンバーに声かけて、あのバット持ったりバスケットボール持ったりして写真撮ってて、一番楽しそうだったとてもとても楽しそうでした。一番楽しんでたのはマネージャーさんだと思う、すごいウキウキしてた。メンバーもね楽しかった、森口さんが面白くて仕方がなかった上手かもそう上手だった。やっとすごいよね、私あれできないもん、あの足の下でボールを8の字にくる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 するやつ上手だったしかもリコピさんのドリブルってめっちゃさ姿勢が低いじゃないですか面白かった、リコピさん、リコピさんとリセットの時着替え場が隣なんですよ、そう隣で着替えてて本当に面白くて今日ずーっと笑ってた楽しかったね。今日はスポーツの日ですね、スポーツ、でもスポーツねに関してはあれだ、今日いっぱい話した、こんばんは、こんばんは、ね、本当に動きが面白いし今日本当に面白い、ずっと笑ってたな、面白かったそっか、あそっか、みんなは体育の日だったの、あでもどっちも言うね、体育の日も言うしスポーツの日も言うよね、どっちもある、どっちが正解とかあるのかな、英語にしただけだよねっていう、ね、話だけど、 どっちも聞くね、確かにどっちもよく聞くから、どっちがなんだろうね、分かんない。951日ありがとうございます、1日ありがとうございます。今はスポーツの日なのかな、どうなんでしょうね、うーん、分かんない、おめでとうありがとうございます。どっちも聞く、でもなんかカレンダーとか体育の日じゃない、スポーツの日
あ、じゃあカレンダーにもよるのか。難しいね。でもさ、体育の日があるのはさ、日本だけでしょ。海外もさ、あるの？こう体育の日。そしたらスポーツの日っていうのがわかるけどね。かなぁ。どっちが最初？どっちが最初？体育の日。あ、今は。あー、変わったんだ、途中で。へぇー。まあでもなんか体育よりスポーツって言った方がなんかいっぱいありそうだけど、なんて言ったらいいの？幅が広がりそう。なんか体育って言ったら体育の授業ですることしか含まってなさそうだけど、スポーツって言ったら全部なんかハマりそうじゃん。スポーツ、体育だったらさ、スポーツの中でもフェンシングとかさしないじゃん、授業で。フェンシングでシリは反応しないで。少々お待ちくださいね、じゃない。だからかな、なんか最近さあるじゃん、そういうなんかいろんなね、体育だったら授業だけって感じになりそうだけど、スポーツって言ったらね、この世のすべてと、すべてのスポーツが含まれそう。あれ見たことなかった、わかんないけどね、私の考察。の予想です。体育からスポーツに変わった理由、どうしよう、これがなんとなくとかなった。恥ずかしい。最高お疲れ、ありがとうございます。あ、グッズも、わお、スポーツ。まあでも私そっか、スポーツこの時期なんだと思っちゃう。運動会ってさ、春にする学校と秋にする学校があるんですよ。私あの春にする学校、6月5月ぐらいにする学校だったから、そう、なんか秋にあんまりスポーツとか運動会っていうイメージがないんですよ。どうしてももう運動会とかスポーツ系のイメージをすると、その5月6月を想像してしまう。なんかあんまりなんかさ、いつも秋のイラストとか、秋をイラストで表現しましたとかになるとさ、さつまいも、栗、もみじ、運動してる、本読んでるとか、そういうイラストが出てくるけどさ、どうしてもね、運動してるの、文化祭のイメージとかの方が強いかも。秋は合唱コンクールとかやってるイメージの方が私は強いかもしれない。まあ学校によるよねって感じなんだけど、私はそうでした。修学旅行は年による、学年による。小学生と中学生では違う時期だったから、まあ行く場所とかにもよるのかな。のりこさんは寝てますか？許しちゃった、ちょっとか。こんばんは。修学旅行は多分行く場所にもよると思うから、季節はねバラバラです。こんばんは、こんばんは。沖縄は冬に行った、うん、そうだから海に入らず修学旅行。運動会か、遥か遠い記憶ですね。運動会、運動会、ソーラン節踊るよね、みんな絶対通る道だよね。一回も絶対ソーラン節するでしょ、みんな。どこしよう、どこしようっつって、そーらんそーらんって絶対やるでしょ。私なんなら幼稚園の時もやったよ。私計ね 2,3 回そーらん節してる。みんなやる？あ、やんない？そ
トラムシだね、多分ね。私たちの近い人たちかな、近い運動会で。いや割とね、そのメンバーで話した時はあれ、どのなんだろう、やっぱメンバーってさ、いろんなとこ住んでる人いるじゃないですか。関東だったりね、九州だったり、いろんなとこ住んでる子いるけど、割とみんなソーラン節は通ってる。ソーラン節とあのエイサー、九州だからかな、あのエイサー通ってる。ねえ、ソーラン節ってなんだろうね、あれなんであれをしようと思ったんだろうね。いっぱい動くからかな、たくさん動こうよって、そんな気持ち、声出そうよとか、そんな気持ち。エイサーはね、沖縄の踊りです。こういうなんか太鼓持ってなんかポン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 、私はやってないの、実は。私はエイサーやってない。それはソーラムシだよ。なんか違う学園の人たちがやってて、私はエイサーをね通らず来たんですけど、こうやってあの太鼓をポン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 叩きながら踊る、そう、沖縄のなんですけど、沖縄の踊りなんか、ね、割とねあれですよ、メジャーというか、どの学校もやるのではないかなっていう。毎年どっかの学年がそのするんですよ、エイサーかソーラン節。リバーを踊った、すごい現代だね。あ、動いた、な、止まってる、キー動いた、ノー、あ、戻った。おぉ、 Wi-Fi の調子が悪いのか、 iPad の調子が悪いのか、ごめんなさいね。あ、仕事、今日はあのごめんね、ちょっと不安定かもしれないけど、あとちょびっとなんで、あの許してください。運動会競技 NG ワードだったかな。あわわあわわわわわわわこんばんは。何だろう、運動会って何してる、運動会。運動会でも割と全部出したか。あれだ、騎馬戦とか何やと。ちょっとハード、危なめなやつ残って、アメちゃん競争、アメちゃん食い競争だっけ。パン食いがいい、パン食いがいいな、楽しそう。多分パン食べたい人のいい。白いこの中にあるアメ探すとか、あれけど楽しい。借り物競争も楽しそうだね。ファンの人とかいたらいっぱい借りれるものありそう、無限にありそう。フルフルのパンとかがいいな。フルフルのパンだったら頑張れる気がする。パン食い競争でフルフルのパンがねぶら下がって頑張れるね、やる気が出るというか、捕まえてやろうっていう気持ちになりそう。まあまあ、見せたい。いける？
やっぱりそういうのもう見てみよう。うん、なのでてっぺんとしてる。帰ろう。ニコヤンアングルです。ちょっと私の足が見えるからあれだっけ。さあみたいに、あ、起きてて、でももう一回寝直してるけど、眠いですね。かわいい、ほら鈴に唐草模様の首輪つけてる。寝てます。でも寝ても自分の家には帰ろうとしないから。うん、あ、こうしたね。ヤッホー、起きてるね。ヤッホー、見て始めちゃう。こうやって、すごいとこや。リュック部屋かわいいでしょ。お父さんが選んだ唐草模様です。うん、眠そう。お眠ですね。でもまあ家には帰ろうとせず、人の上でいいことです。おはようございます。おはようございます。明日は夜に配信する。また時間決まったらお知らせします。タイマー46分なので50分になったらランキング読みます。ねにこさん。かわいい。もはもは、明日、そっか、明日から平日か、火曜日。頑張りましょう。11日、そうだしさ、今わかんないけど11月だと勘違いしてて、私もうすぐでポッキーの日だと思ったの、うん、平気でもうすぐでポッキーの日だとか言ってたの。違ったよと思って月が違ったよと思って、うん、もうなんかすごいですよ。あと少しでポッキーの日だとか言ってたんですよ。なんかそれにしてはなんかスーパーとかあんまりポッキーの日って大々的に言ってないなと思って、今年は不思議だなと思ってたんですよ。どうしたんだろうみんなと思って、なんだなんだと思って、ポッキーの日、え、ついに冷めたと思ってびっくりしてたんだけど、今日落ち着いて数字見たら違うと思ってなんかね、わかんないけど本当に勘違いしてポッキーの日だと思ってたんですよ。近いからね、もうすぐでもうすぐでポッキーの日だから。11日はやっぱ敏感になるんですよ。1ヶ月前だから。本当は全然違った。ポッキー、もうてっきり明日がポッキーの日だと思って勘違いした。だからまだポッキー買わなくてよかったと思って、私このまま勘違いしたままだったらポッキー買ってるところだったんですよ。よかったと思って、まだ勝てなくてよかったって安心した話。11
ポッキーはあの極細が好きです。あの赤いパッケージより白いパッケージの方が好きです。プリッツだとあのトマト味が好きです。サラダよりトマト味が好きですっていう私のお話でした。ポッキープリッツずっと変わんない。ポッキーは絶対極細の方が美味しいんです。わかんない、これ赤が好きな人がいたら戦い始まるかもしれないけど、バドっちゃうかもしれないけど、でも割とね極細の方が好きな人いっぱいいる気がする。プリッツもわかんない、プリッツは私はトマト味が好きです。サラダ味とかまた他の別の味が好きな人とバドっちゃうかもしれないけどふん私もまあバトル準備はできてるんで、いつでも来てください1ヶ月前からバトル準備はできてるんで1ヶ月前からノリノリなんで。ポッキーの日は来月の11日です。1ヶ月先なお教えてください、ありがとうございます。それではね、50分になったので優先からランキングを見たいと思います。ゴツゴツのやつ、あ、ちょっとあれリッチじゃないちょっとリッチじゃない。よいしょ、13位からランキングいます。13位、イーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位、ウゴコさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、ゴーちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、はるみさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、たださんたんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、きょさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、しんじいちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、まさんまさあやさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、さとみさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、はにさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、ばうちさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、ぽかさん、ありがとうございます、ありがとうございます。で、1位、たっちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。それでは1日お疲れ様でした。皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、よいしょ。